はい、お世話になります。釣りワンチャンネルです。本日は岡山県倉敷市玉島ハーバーアイランド E 地区にやってまいりました。仕掛けはママカリサビキ。今回はママカリが釣れるとそれを餌にしてイカを狙っていきたいと思います。この日は中潮で下げに変わって1時間ほど経過してから釣り始めました。用意している段階でカタクチイワシがすぐ釣れてしまい、幸先がいいかなと感じております。仕掛けをこう置いていくだけでイワシがかかるという、なんともミラクルと言いますか、ありがちなパターンから始まっております。少しさびいてもう少し釣果を狙っています。イカが欲しいので、まずイカの餌となる生き餌を手に入れることが優先なので、さびいてさびいて、できればカタクチイワシよりママカリの方がありがたいですね。何かかかったようですね。おっと、これはこの城さんだな。この城ですね。この城も数が釣れると面白い。よいしょ。まあ、このE地区はサバやアジがもうだいぶ前から釣れませんので、はい、この城さんをゲットしました。ボラかなと思ったらこの城でした、ま、サビキで釣れる、まあ、最大がこの城になってくるでしょうか。まあ、エイやボラもかかりますけど、これはでかすぎて餌にならない、食べれませんので、ちょっと餌には大きすぎますね。ママカリが欲しいね。餌になるママカリが、本当にママカリ欲しかったです。動画にはないですけどママカリも釣れました。ただ途中でポテンと落ちちゃって一匹も上がってこず。カタクチイワシの大群。カタクチイワシがまあ釣れる釣れる。この日は巻き餌をまだしてません。巻き餌をしなくても非常によく釣れました。いやこれは大変。一個一個針を外すと大変なので、ピンピンピンともう仕掛けを弾いて魚を外すという方法をとります。こうどれ行こうかな。これはカタクチイワシは釣れて、これ手で触ったらすぐ死ぬからな。元気なうちに生き餌としてイカを釣る。目が飛び出た。仕掛けに移動してます。この下に野猿、針がいっぱいついてますので、この池を使ってイカを釣っていきたいと思います。もういいですよ、もうあの海の中に投入しても。はいはい。イワシはすぐ死んじゃうんでね、できるだけママカリの方が餌持ちがいいですね。死んだかな。生きてるか。やっぱり生きてる餌の方がもうイカは圧倒的によく釣れます。死んでる餌でも食べるときは食べますけどね。ドラグを緩めて餌が食べたときに違和感なく引っ張ってもらうのを待ってます。はい、ここで巻き餌初めて投入。なんか真下ですね。ほぼほぼやっぱ潮が流れないと釣れないですよね。そうなんです、潮が流れないとね、やっぱり悪いですよね。釣果が二刀流、二刀流で右はイカのエギ、こうイカ狙ってます。左はサビキ、二刀流ですね。これもし釣れたらどうするんでしょうね。一本竿を置かんといけんので、大変になると思います。二刀流は良くないような気がします。2頭を追うものは何とやらですよね。1個にした方がいいです。
この日はママカリの回遊も少なく、他の方は釣ってましたし、私が前日行った時には30匹ぐらいママカリを釣ってます。2時半になってますが、ここら辺でもう釣果がストップしました。3時半に農家しました。なかなかいいように釣れませんね。カメラを用意すると釣れないというようなジンクスもあります。イカは右の人も左の人もポロポロ上がってるみたいです。この防波堤にはたくさん墨の跡があるので、よく釣られているのが伺えます。やっぱり夕方とか朝まずめ、真夜中、そういった時の方がイカの反応はいいのかもしれません。それでは皆さん、また次回もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さようなら。